2015年7月15日、韓国 E デイリーによると、韓国で昨年沈没したセウォル号の船体を引き上げる最優先交渉企業に、中国の国営企業である上海サルベージを中心とした企業連合が選ばれた。上海サルベージは、救難分野の専門人材を1400人余り擁する中国交通運輸部傘下の公共機関で、6月に中国長江で沈没した旅客船の引き上げ作業にも参加している。今回は、韓国のオーシャンシー&アイと7対3の比率持ち分で企業連合を構成し、入札に参加。契約金額は851億ウォン、約92億円で提示した。韓国海洋水産部が行った入札には、7つの企業連合が参加、うち4つは、失格あるいは交渉的格外とされた。韓国のネットユーザーからは、これについて、様々なコメントが寄せられているが、多額の税金を投入する引き上げ作業自体に反対する声が目立つ。そんなお金があったら、経済再生に使って、生きている人を救わなきゃ。引っ張り上げて、どうするの？船としても使えない、ただの鉄の塊だよ。これは遺族によるパワハラだ。引き上げたら、今度は博物館を建てろと言い出すかも。大変だ。国民が、どれだけ犠牲になれば済むんだ。事故当時は、笑うのも騒ぐのもダメだと言って、イベントも、全部中止になった。それだけ国民が悲しみ、ものすごい金額の寄付金も集めたのに。遊びに行って事故に遭ったものに、どうしてそんなにお金を使うんだ？去年、サムスンが無料で引き上げると言った時には、遺族が反対したし。そのお金は遺族が出せ。沈む前に引っ張り上げれば、ただだっただろうに、中国だけが得をするね。遺族は、なぜ、未だに、ソウルでデモ活動をしてるの。保証が少ないから。引き上げもするし、保証金も払うと発表してるのに、何が問題なの？韓国に引き上げできる企業はないのか？なぜ中国に受注させるんだ？